綺麗な花火がカレン湖の上空を彩っています。今年の総重国慶節のクライマックスとなる花火大会の会場はカレンにあります。国慶節の花火大会がカレンで開催されるのは初めてです。初めてなので楽しみにしている。今日来たからもちろん10月10日も来るよ。

2100発の花火が試験的に打ち上げられたのは花火の位置を確認するためですしかしそのために地元の人たちは一足早く花火を楽しみました10月10日建国記念日の当日夜2万発の花火が打ち上げられる予定ですホテル業者は国慶節花火大会の会場はカレンダから予約率が悪くないと喜びました 県ンンは花火の感想にもってこいの場所を10か所選びました付近の海辺や沿岸部もはっきりと見えるためお早めに台湾旅行を計画してみてはいかがでしょうか。